皆さんこんばんは、ヘッポコバブ太郎です。この番組は基本的に赤ちゃんになりたいが口癖の TikTok 生まれ SNS 育ち、脅迫のもするのもインターネットの私ヘッポコバブ太郎がリスナーに対してバブみを感じてみんなに養ってもらう番組です。ということで、先日は番組イベントが無事行われまして、はい、来ていただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いやー、緊張した。普通にそう、なんだろう、で本当に本当にゆるい気持ちで行ったんですよ。なんかまあ、でその小さめって聞いてたから、なんかいや、なんかもうちょっとなんかその本当にこのぐらいの部屋、なんかちっちゃいの、ここどのくらいですか大きさ。まあでもなんだろう、20畳、なんかそのくらいの部屋にこうなんか即席ステージみたいな感じの、なんかもっとそうそう、ファイブイスなんで、なんかそのあるじゃないですか、どっかの本屋の、そうそう、なんかちょっとしたトークイベントみたいな、ほんとその程度だと思って、なんかだから思ったよりちゃんとなんか大で、そう、登壇する場もあってみたいな、なんかちゃんと席あるしみたいな、なんかちゃんと後ろもそうスクリーンもあるしみたいな、え、ほんとにそんなんだと思ってなくて、だからびっくりしたし、なんかちゃんと人いてびっくりした。あんな人いると思わなくて、もっとなんか少人数の小さなスペースでやるもんだと思ってたから、なんか思ったより人いるんだとか思ってね、あんま緊張してるように見えなかったかもしれないけど、めちゃめちゃ緊張してました。はい、まあ、でね、今日はみんなの感想メール読みながら振り返っていきたいと思います。というわけで、そろそろ始めていきたいと思います。本日もバブみを感じておぎゃぎたーい。バブ太郎のバブみを感じておぎゃりたい。この番組は文化放送さんとリスナーの皆さんの善意でお送りします。ヘッポコバブ太郎のバブみを感じておぎゃりたい。あたりまして、ヘッポコバブ太郎です。ということで、先に番組からお知らせなんですが、イベントで発表しましたが、なんと来週12月24日の、ヘッポコバブ太郎のバブみを感じておぎゃりたいは、なんと生放送を行うことになりました。パッパカパー、クリスマスイブですね。何も予定がなかったので なんかノリで生放送にするとか言ったら、なんか誰も止めなかったんで生放送に、あ、止め一応止めてたね。でもなんか、いや、みんな予定あるでしょみたいな、え、でも私の心配してなくなかったっすか、絶対ないだろうみたいな感じの、あ、まあさ、そう、配信、そう、生放送なくても確かに配信するつもりだった、だって何にもないもん。いや、マジで家から一歩も出ないつもりだったから、土曜日だし、そう、まあだからね、仕事っていう、なんだろう、逆に言い訳ができてよかったらかもしれない。まあでもそう、イベントでね、予定あるって聞いたら、なんか割となんかちらほらと予定がある人がいて、お、なんかこれは反逆者裏切り者かと思ったんだけど、なんか後々配信で聞いたら普通にバイトとか言ってて、あ、なんだお前たちも一緒かと、イブも一緒に過ごせますだって、は生放送やりますよ、は。そう、しかもそのイブの生放送の後に翌週の大晦日分と、新年一発目分両方収録します。だから3本なんだよね。やばくない？本当にないじゃん、なんも。で、仕事終わった後になんかさ、夜過ごすとかさ、ある可能性もあるじゃん、やっぱ普通の人たちも。そうそうそう、まだそうだよ、このあと6時半だから、その後にね、なんか合流してクリスマスのなんかやってみたいな、3本ってか、このその後にさらに2本撮んだから、20時超えるって、もう無理だよ、もう無理よ。え、正の6時間でどこからどこすかありますよね、24から25にかけての6時間みたいな。え、ど、22時とか21時から3時かな、ギリ間に合う。でもそっから家帰ったり家帰らないのか、そっか、普通は家帰らないのか。あ、がっつりその日メイクしに来たらってこと。あの、今すっぴんなんでね、いつもほぼすっぴんできてる、ここなんて誰とも会わないから確かに9時から3時が6時間せーの、へえほーん、はあ、まあまあまあ、ギリ間に合う。じゃあちょっとメイクしてこようかな
なんか周りだけにせめてそのここにいるスタッフだけでもいるのかもって思わせるみたいな、ちょっとやって、まあただ家帰るだけなんだけどまあね、そのなんだイブの生放送の後に大晦日分と新年一発目も分も取って、まあ合計3回分取るから今のうちにメールをたくさん送ってくれないと困ります。送ってください。はい、そしてもう一つお知らせがありまして、先日の番組イベントで販売したグッズの、グッズであるランダムで缶バッジを1個封入した番組ロゴ入り巾着とスマホスタンドを、今日の番組終了後から発売します。イエーイ。商品はなくなり次第完全終了となります。缶バッジは4種類からのランダムで1個ついてんだね。価格は税込み1500円、両方ね、スマホスタンドもロゴ入り巾着も1500円です。イベントを配信で見ていてグッズを持ってないよって方はぜひこの機会に買ってください。そうね、ちなみにこちらはね、私の私物は入っておりませんので、もうないんで私物。いやでも私物すごかったよね。なんかすぐなくなったみたいな。そんなすぐだった？そう、何周もして、なんかその3周できなかったって言ってたオタクが3周する気だったんだみたいなそもそもまあ喜んでくれたならいいですけれども、はい。というわけで、では近況トークもしていきたいんですが、そうイベントに向けて少しでも細くなるように、前日丸あがきをしました。全然いろいろ準備とかはしてない。いやなんかするつもりだった本当は。なんかちょっと痩せよっかなとか思ってたけど、ここ最近はねずっとね片揚げポテトの青じそ明太、そうめっちゃ美味しくて、あれ本当に革命みたいな味がする。マジでやばい。酒にも合うし、マジで何にでも合う絶対あれは、っていうのにハマって、マジで毎日一袋絶対食べてる絶対一袋食べてるから、まあお菓子やめようとか無理だったし、てか普通にアイスも食べてるし、っていうかなんならめちゃめちゃ暴飲暴食 してたのがちょうど今月だった。そう片揚げポテト、マジでこれ美味しい。これ期間限定なんだけど、絶対常設にした方がいい。毎回枯らしてるもん棚。めちゃくちゃ食べちゃったから全然ダイエットとかできてなくて、うん、運動もしてなくて、でも前日は悪あがきで一食で済ませようと思ったんだけど、結局お腹空いちゃって、夜中にめちゃめちゃコンビニで何買ったんだっけ、あの日お菓子もめっちゃ買ったし、何食べたんだっけな、なんかめっちゃ食べた結局めっちゃ食べたけど 0.5 キロ減ってたから、いつもより、そういつもより 0.5 キロ減ってたから、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ細く見えたかもしれない。まあんまり変わんないけどまあそうね、うん、まあでも今日はね多分メールたくさん来てるわけなんで、今日はメールをたくさん読んでいきたいと思います。ここからリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームマグネさんからいただきました。バブ太郎公開収録お疲れ様でした。わーめちゃめちゃテンション上がってるな。自分は最前で見てたのですが、近くで見るバブ太郎はマジで最高に可愛かったし、髪も大天才で最強でした。バブチがお話ししてる最中めっちゃ動いてて、ラジオの収録の時もこんぐらい動いてるんだろうなって思ってめっちゃ可愛かったです。最高、生誕祭も楽しみということでありがとうございます。やっぱ動いてる私、生誕の時自分のアーカイブまだ見れてないんだけど、めちゃめちゃ動いてたよね。生誕じゃない、この間のイベントの時めちゃめちゃ動いてたよね確か。いつも通り、やっぱあれなんだ、じゃあ私あれぐらい動いてるのか。そうだ、でも顔は確かにめちゃめちゃ動かしてた記憶がある。あでもそう、前見てた、でもちゃんこさんの方見るたびマイクずれてたそうマイクをやっぱ手持ちで、普段この据え置きだから、そう手持ちでこうやるとね、やっぱそのずれちゃうみたいな結構あった。でも前の生誕の時もっと緊張してて、なんかほんと右側しか見れないみたいな、どっちだったか分かんないけどとかだったんだけど、今回は結構幅広く前も後ろも右も左も見れた気がする。まあ前向いてってあったからね、カンペありましたからちゃんと見れたと思います。でもすぐ動いちゃうんだよな。まあそこがね私の可愛さということで、はい。続いてラジオネームたちかぜさんからいただきました。バブ太郎さん公開収録お疲れ様でした。先頭で見るバブ太郎めっちゃ可愛かったです。
個人的に嬉しかったのはお便り読んでくれたのと、講習の面前で T シャツになろうとしたところをうまく止めていただいたことです。危うく私は警察に捕まり、マッツとバブ太郎の刑務所エンドになるところでした。本当にありがとうございます。すごく楽しかったです。また公開収録やってほしいな。クリスマス生放送も楽しみ。予定あるけど。お、許さんからな。所詮バイトだろ、所詮バイトか仕事だろ、知ってんだから。そう、なんかなん どの流れだっけ、なんか、あ、そうそうそう、 T シャツ着てる人みたいな話になった時になんかもうすっごい中からグッてグッてグッて出してこようとしたから、脱がないでみたいな、脱がれても困るけどみたいな、そうそうそう、確かに言った気がするわ。でもなんかみんなめちゃくちゃ着てたし、なんかポップアップの時のうちわとか、あとあれかペンラとかめちゃめちゃグッズ持ってきてくれてた。あと板場、板場めちゃめちゃね、いたわ、嬉しかったな。そうそうそう、まあみんなね、グッズにすごい今回もだけどめちゃめちゃお金かけてくれるのでまあそれを自慢する回ということで、たくさん見せてくれて嬉しかったです。はい、続いて、ラジオネーム帰宅部さんからいただきました。バブ太郎さんこんにちは。先日のイベントとても楽しかったです。僕は普段ラジオを聞いてませんし配信も見ていません。だけどメンバーシップやファンボックスで金だけ落としているオタクです。優秀やん、全然優秀やん。2月の生誕祭ぶりに声聞きましたが元気そうでよかったです。今度のピューロランドのイベントにも行きたいと思っています。クリスマスの収録頑張ってください。僕も仕事です。PS マッツ・ミケルセンって誰ですか。確かにそもそもラジオも配信も見てなかったら知らないよな。急に説明もしない、そう説明もしない、あの好きって普段言ってるから確かに知ってるもんだと思い込んでたんだけど、確か見てなかったら知らないわ。このお便り読まれてることすら気づかないのかな、この子は。気づかないんだろうな。いやそうだよ、アーカイブあんだから聞いて。あでもまあリアイベになんか逆は結構多いじゃん、その配信とか見るとか、なんかツイッターとか見るけど、なんかそのリアイベはちょっといけないみたいな多いけど、まあ逆にそれはそれで嬉しいよね。なんかそのリアイベめちゃめちゃ来てくれるとか、てかまあメンバーシップもファンボックスも入ってくれて金出してくれてんだったらなんかいいわ、十分十分あの十分、あのやっぱお金で愛を伝えるのは大事だと思いますので、嬉しいですね、ありがとうございます。マッツ・ミケルセンっていうのはめちゃイケな外国人オジでございます。私の代表作、あの今だとファンタビじゃない、やっぱ最新だとファンタビで、ハンニバルもめちゃめちゃ有名だけど、ハンニバルって言ってもいまいち伝わんない。あとストレンジ、ドクターストレンジ、そうカエシリウス、カエシリウス出てよ、もっと出してよカエシリウス、可愛いんだから。ポニーテールだからね、可愛すぎだろ。はい、じゃあ続いて、ラジオネーム笹かまぼこさんからいただきました。バブ太郎さん、スタッフの皆さん、登録お疲れ様でした。バブチの活動ではトークが一番好きなので、個人的には最高のイベントでした。バブチも楽しんでくれたようで嬉しい。バブチのリアイベ大好きです。どのコーナーも楽しかったですが、印象に残ったのはマッツの恋愛ゲームです。グッドエンドはワンナイト、バッドエンドはどれも衝撃的な結末と、結局長く続かないところはバブチらしいなと思いました。ラジオ番組開始から登録まで企画してくれた文化放送さんには足向けて寝れません。文化放送さん、このラジオ5億年続けてくださいということでありがとうございます。いやでも普通にね、イベントはめちゃめちゃ楽しかった。なんかやっぱ喋るの好きなんだろうね。こういつもなんだろうな、普通に友達と喋ってても、そう友達の反応をめちゃ伺いながら喋っちゃうんですよ。なんか今ウケるかな、ウケるかなとか思いながらめちゃめちゃ喋っちゃうからなんかその反応が直に伝わるのがすごい嬉しくて、そう一方的に喋れるしね、そうなんか嬉しいんだよな。だからすごい楽しかった。でなんだ、マッツの恋愛ゲーム、マッツの恋愛ゲームめちゃめちゃ好評で、なんかオタクがもうすげえ面白かったみたいな、もう 腹よじれるほど笑ったみたいな。いやでも私は本当に恋愛したいよマッツと。だから製品版早く作ってくれないと確かにでも個人利用で楽しむ分には別にいいから、あの私のために作って、あの私はお金払うからそう個人利用で、ちょっと作ってもらおうかな。あれは面白かったな本当に。あれ作るのどのくらいかかったんですか。あ感想来てる、読みます。ラジオネームびっくり紳士さんからいただきました。バブ太郎さんこんばんは。日曜日は公開収録お疲れ様でした。
私は配信で見ていましたが、あっという間の90分でした。90分だったのか、そっかそっか。いろいろとありましたが、やはり印象に残ったのはマッツとの恋愛アドベンチャーゲームです。配信を見ていない人にはネタバレになってしまいますが、マッツに見守られながらバブ太郎さんが親指を立てて陽光炉に一緒に沈むシーンは涙なしには見られませんでした。ないんよそんなシーンは。勝手に作るな。でもありそうなぐらいはちゃめちゃなストーリーだったから、なんかあったって言われてもなんか納得できてしまう。どうしてラジオ局の一般スタッフがあんな名作を作れるのでしょうか。あのゲームを作った裏話があれば聞きたいですということで、まあ確かにさっきの話とつながるか。そう、実際どのくらいかかった。3時間だって。3時間であのシナリオが出来上がるらしいよ。すげえ。なんかゲームを作った裏話があれば聞きたいですだって。おしっこ漏らすのすぐ思いついた。あれ何、あれが一番最初、あれが中心になって膨らんでったんだ。最悪だね。なんでそこが最初だったんだろう。あと辛味の塩入れよ。あー、その辛味、私と、ま、あーマッツの、あー最後に逮捕されるとこのあの辛味をね、あ入れたかった。なるほど。いやでもそれでああなるとすごいな。よくすごいな。捕まっちゃっても私はいいですけどね。そう、あの捕まっちゃった後もなんかその二人でいられるならいいじゃんってめちゃめちゃ言ってたんですけど、あの監獄に入ったら普通男女別だろって言われて、あ確かにとか思って。あ、みんなのメールも参考にしたって、まあ、確かに いろいろ入ってたかも。いろんな、そう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 、元ネタがみんなのあのマッツシチュエーションのやつなんでね。いや、やっぱいいわマッツシチュエーション。もっとやりたいわ。あれは良かったっすね。楽しかった。はい、まだある？はい、他の感想か。ラジオネームコマさんからいただきました。バブチこんばんは。最近ルビ様とお出かけしたそうですね。ルビ様に連れて行ってもらった お店でお酒も飲めたようで、新しい経験ができてよかったですね。そこでバブチに質問ですが、今回はバーに行かれたそうですが、その他に一人では行きづらいけど興味がある場所はどこかありますか。行っておけば誰かが誘ってくれるかもしれないので、よかったら教えてもらえると嬉しいですということで、ありがとうございます。普通ただね。一人では行きづらいけど興味がある場所、どこだろう、分かんない。でも外食のお店は基本的に全部気になる。気になるけど行かない。コース、フランス料理のコース料理あんま好きじゃない。食べれるもの少なくて、あの丸亀とか行きたい。丸亀めちゃくちゃ行きたいけど行けない、怖くて。なんかどういう注文方法か分かんないから怖くていけない。誰かと一緒に一回行きたい。一人で絶対行けない。あとなんだろう。ルビ様とは何したの？ルビ様とはいいお店に連れてってもらって、高いお店、あの銀座行ったんですよ。でなんかショッピング、なんかまあウィンドウショッピングみたいな、なんかめちゃめちゃ高いお店で服見たりとか。そう、なんかその服がめちゃめちゃ可愛いのがあって、なんかセーターなんですけど、でっかい虎が書いてあって、なんかめちゃめちゃ可愛いとか言って見てたら、なんか店員さんがめちゃくちゃなんか親切に話しかけてくれて、なんかその普段こういうこと言わないんですけど髪の毛めちゃくちゃ可愛いですねみたいな、外国人の店員さんで、そう女性の、なんか本当写真撮りたいぐらい可愛いみたいな感じの、すごい褒めてきて、うわ欲しいかもみたいな。でもちょろいからそんな子、そう褒められたら、うわ買いたくなるわこの服みたいな、絶対似合いますよとか言われて、うわ似合う気がするわみたいななっちゃって、買いたくなったけど絶対高いお店だからと思って、ハイブランドだと思う。なんかでもバカでも分かるハイブラじゃなくて、なんかバカじゃ分かんないタイプのちゃんとしたハイブラのお店で、多分で、なんかでもその値札見ようと思ったけど、そのあんまごちゃごちゃするとなんか買う気だと思われるのも嫌で、なんかその見れなくて、一旦出て考えようかなって思って、でもやっぱ欲しいなって思って、ネットで検索してみたんですよ。11万で無理と思って諦めたけど、多分ね5万とかだったら買ってたかもしれない。マジで買ってたかも。めちゃくちゃ嬉しくて、なんかその外国人の方に褒められるのすごい嬉しくて、わ私の髪色って世界共通なんだみたいな。確かにいずれマッツにも刺さる日が来る。そうだから嬉しくて買いそうになったけど買わなかったな。でもあれ欲しいな、未だに忘れられない、あれ可愛すぎる。とか
まああとなんかこう健康志向なファンケルのレストランみたいなカフェみたいなとこ行って、なんか健康なご飯を食べたりとかしたしました。でバーも行った。いやバーおしゃれだったな。そうルビさんはめちゃくちゃお酒が好きで、そうお酒にすごい詳しいから、いろんなてかお店にめちゃめちゃ詳しいんですよ。なんかご飯とかなんか食べるの好きらしくて、そう私全然興味ないから全く知らないけど、だからルビ様と遊びに行くといつもなんかすごい新しい刺激をもらえてすごい嬉しいですね。いろんなとこ知ってる、うん楽しかったな。なんかまた遊んでほしいんだけど、私からは誘えなくて誘われ待ち、いつでも誘われ待ち、そんな感じ。いつも友人関係いつもそう、なんか誘われ待ちだから多分なんかいつの間にか関係途切れてるみたいなばっかり悲しくなってきちゃった。終わろう、はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私への質問、聞いてほしいこと、番組の感想などなど、どんなことでもいいのでお待ちしております。宛先はbaba@joqr.net です。へっぽこバブ太郎のバブみを感じておギャリたい。滑らされてとんでもない空気にされたのは全部リスナーのせいだからな、でおなじみのこの番組ですが、リスナーの皆さんには誰かのせいってしてるものってありませんか？そんな全部何かのせいだって思っていることを送ってもらうコーナーです。ということで、ではリスナーの皆さんのメールを紹介していきましょう。ラジオネームとはいえホワイエさんからいただきました。わー、忘年会と慰安旅行に行かなきゃいけないのは全部アホみてえな同調圧力のせいだ。まあ社会人になるとこういうのあるんでしょうね、きっと。忘年会とか嫌だな。会社のってことですよね、多分こういうのって。仲間内絶対嫌だ。だってなんで休みの日、これで休みの日ですよね多分。ああ仕事終わり、まあ仕事終わりでもそうだけど。なんで仕事仲間の顔見なきゃいけないんだって話なんですよね、うん、多分私が普通に仕事してたら絶対帰っちゃう。なんか、うん、絶対帰っちゃう。いやちょっと予定あるんでさせんみたいなすいませんイブの日に忘年会やろうってなったら、ここで やろういやでも確かに忘年会のシーズンにもなってくるわけですね。いやーちょっと正の6時間に予定がいやでもなんだろうな、嫌だな別に嫌いじゃないけど、そういう集まりって好きじゃない。大人数になるじゃないですか。なんか2人とか4人とかまでならまだいけるんですけど、なんか6人とか5、6人とかになってくると自分っていらないんじゃないかなって思うんですよ。なんか別に自分喋らなくてもいいし。ここで言ったらメイン私なの？わそれはそれで嫌だな。なんかその自分が盛り上げ役になるのも嫌なんですよ。担がれる側？私が盛り上げは別に。何どういうこと？わバブ太郎さんってねぎらってもらえるってこと？悪くないかもな悪くないかもな。ちょ貢ぎ物用意してもらってるじゃんみんな。疲れたり女の子が継ぐ、いいね悪くないかもしれないね。ちょっと乗り気になってきたいや大変だな同調圧力、頑張ってください。はい終わりこれだけ。はい、ということで、こんな感じで全ては誰かのせいにしたくなった体験をお待ちしております。以上全部〇〇のせいのコーナーでした。へっぽこバブ太郎のバブみを感じておギャリたい。クソマロマシュマロに送るクソ
ストみたいな内容をあえてメールで募集するコーナー。ルールはたった一つ、メールを一行で書いてくること、単語一つでもいいし質問でも OK、 とにかくクソ丸を送ってください。では早速紹介していきましょう。ラジオネームシャドムーンさんからいただきました。目には目を、歯にはニーハオ。は？なんだこれ、なんかクソだな。続いて、よいしょ、ラジオネームアヌさんからいただきました。バブチ待つマッチョマッツ、バブチ待つマッチョマッツ、バブチ待つマッチョマッツ、マッチョマッツ、バブチ待つ、外にマッチョマッツが、外でマッチョマッツが待ってんの。まあマッチョマッツか。ま、いやでもマッツだからいいかも、マッチョマッツ。いやでも、え、ジョーラで待ってんだ、マッチョマッツ。ちょっと嫌かも。ジョーラはちょっと嫌かも。はい、というわけで、今日は終了となります。こんな感じでクソみたいなメールお待ちしております。以上、クソ丸のコーナーでした。ヘッポコバブ太郎のバブミを感じておやりたい、そろそろおやり終えておねんねの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002、文化放送超 A&G プラスヘッポコバブ太郎のバブミを感じておやりたいまで、メールの場合はババットマーク JOQR.net、 ババットマーク JOQR.net までたくさんのメッセージをお待ちしております。またこの番組アーカイブ配信を YouTube の A&G チャンネルに放送されて1週間後にアップされますので、ぜひ登録しておいてください。さらに公式 Twitter もありますので、ぜひフォローしてくださいね。そして番組イベントのアーカイブが現在、ビットファンパスで販売中です。1月の11日、1ヶ月後ぐらいかな、1ヶ月後ぐらいまで、買えるし視聴もできます。ぜひイベント参加できなかった方はこちらでご覧ください。振り返り、そうたくさんね振り返りしました。あ、そうそう、言い忘れたんだけど、なんか今ね、あのお宅から届いたプレゼントとかもね、そう後半分も届いて見てるんだけど、いやめちゃめちゃ多いんだよね、本当に段ボール10箱以上みたいな。でもめちゃくちゃね、いい、優秀、うちのお宅って優秀なんですよ。欲しいもの、あのね、今見たらグッチとかビビアンとかってさ、すごいでしょ。うちのお宅やる子なんです、やればできる子なんですよ、いつもこんなんですけどね。え、やっぱお尻にいるってことかな、ねえ、やればできる子なんですよね。はい、というわけで、本日はこの辺で、あ、そう来週生放送です、見てください、クリスマスイブね。それでは本日はこの辺でお別れです。お相手はヘッポコバブ太郎でした。また来週、バイバーイ。ヘッポコバブ太郎のバブミを感じておやりたい、この番組は文化放送さんとリスナーの皆さんの善意でお送りしました。